エンジョイパチンコライフ。やっほい、川村です。今回はですね、メトロ、潮見通り店にやってまいりました。ちょっと前回の立ち回り方でね、この500枚の使い方、楽しみ方、少しね分かった気がする。移動している間に AT 機あるいは ART 機、ここを打った上でダメだったらジャグラーだろ、ね、前回はこれでなんとかなったので、今回も楽しさ、そこを、追求しつつ、500枚の上限を使わないように頑張りたいと思います。で、ちょっと店内見たらですね、もう外真っ暗なんですよ。お客さんが多くて、座れる台もかなり少ない状況なんですけども、しっかりともう楽しく、頑張りたいと思います。さあ、スロットコーナーやってきましたよ。いっぱいだ。 AT 機 ART 機、これでねちょっと遊んでみる方がいいと思う。で、本当にダメだなと思ったら、ジャグラーとかノーマルタイプで遊んでみるのが一番いいのかなと思うんです。というのもやっぱりね、最初は勝負したいよね。何にしようかなと思ったんだけども、ここは北斗で行こうかと思ってます。北斗にして、でダメならノーマル機ね。どれにしようかなと、どれにしようかなと思ったんですが、これ11で、それ当然ね、残ってるアベシを消化してればこんなゲーム数で終わっている場合もあるんですよ。ノーチャンスでね。けどちょっと座ってみない。もしかしたらね、もしかするかもしれんよ。これね、11ゲームということで、普段だったら1枚ずつ入れてアベシ見るよね。けどさ、テレビだからできねえんだ。座ってからのスタートなんです。だから11ゲームといえども分かんないよ。だからこれ結構運命の1枚よ。せーのほい、いくつ？おう、ええやんいいじゃん。ねえ、なんで16で捨てた？ラッキーだね。ラッキーだよ。じゃあこれだから2頃までいけるから上限500枚でしょ。少し2頃でもしかからなかったとしても少し残るかね。もうなんかシナリオ通りじゃないね。素晴らしい。じゃあ早速行こうね。これはワンチャンあるよ。全然これさ、4号機の時のさ、北斗が一番最初にこのなんていうの、
頻繁に演出が起こる、うん、多分そのパイオニアだったんだろうね。今じゃさ、マイゲーム何かしらの演出が起きてみたいなのって当たり前だったじゃない。あの当時なかったもんね。でその演出のね、その内容というか演出の内容でモードが分かるというか予想するような台だったからさ。まあ仮にね、通常 A だとするんだったらここからですよ、勝負はね。ここから2ゴロまで全くこの夏の天波で短縮しようという気は全くないから、無理だから。さあこれで300枚これなんだ、弱者リーダー、弱者リーダー。さあこれで多少短縮できるけど、もうちょい早めにかかってくれればかかる。あ、ターン。30結構いいんじゃないのそしてなんか2ゴロを抜けてダラダラと引っ張られるパターンではないか。これ危ないぞこれけど、これでさ、天波まだ継続したら面白いよね。せーの、おお。あ、かかんね。ダメだ、抜けた。まああと伝承見て終わりっすね。折ってるな。どうしようかな。残り200枚で移動するか。 OK、 ジャグラー行こうか。とりあえず多分もう落ちてるんでジャグラー行こうか、ね、もうシナリオ通りじゃん、ね、まあなかなかうまくいかないもんです。けどいい台だったと思うよ。いい台だったっていうかいい状況だったと思うよね。あんな安倍氏なかなか落ちてないもんね2ゴロだけ回せただけで幸せです。さあこの時間のジャグラーってなるとね、もう本当ボーナスで見てた方がいいんだろうな。まあまあまあ化けが、うん、化け先行の台の方がいいかな。それは悪いね。レギュラーだけ見てもな。これにしよう。なぜなら500回転しか回ってないから。あの他のはもう結構今のこの時間でってなれば多分結果出てない台本が可能性があるかな。いいね、取られてる時間なんですよこの時間。しかも俺は投資上限も決まってるしね。前回の清見台と同じです。
パターンが。これでさ、もしラスト50で出たらさ、デジャブだよね。ね。さあ、僕の苦手なジャグラーさん、ピエロが気持ち悪いジャグラーさん、ね、あともう一つ、苦手な理由がガコってなるよ。本当も勘弁してほしい。だからさ、今さ、台でもさ、音量を変えられる台あるじゃない、こういうところにね、ボタンでついてて音量調節、ジャグラーにも本当つけてほしいです。ジャグラーにつけてくれたら僕多分ジャグラー打てます。そうなの、ピエロの気持ち悪さとかってはっきり言ってどうでもいいんだよ。学校でビビりたくないだけなんだ、初心者なんで。だからね、いつもこうやってバー狙うじゃん、なんか適当に押すじゃん、右だけ必ずボーナス A から狙って一直線作るの。そしたらさ、こう話した時に学校ってもう、あ、学校来るなってなるじゃない。で、そうやってさ、こうやって待機してると大概さ、先光りなんだよ、うん、まあこれがだから僕が発案したチキンうちだよね、チキンうち。小心者の肝っ玉の小さい人がやる打ち方ね、参考にしてください。だってさ、お店によってはさ、ガコってなった後さ、キン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 ってなるじゃん、ダブルでびっくりするじゃない。いいよ、分かったよ、光ってるじゃんって。まあけどね、2014年年男ですよ僕、36歳。まあ12月生まれなんで35歳になったばっかなんだけどもね。ほんとね、12月生まれとかね、遅い人ってね、ちょっとかわいそう。まずね、誕生日、それからクリスマス、こういったものが全部一緒にされる。それからね、大概さ、今年でって数え年でさ、自分のことを紹介するじゃない。そうするとさ、ついこの間まで僕34だったんですね、それが12月になって35ですね、1歳ね、年取りましたね、1月になって36ですって言わなきゃいけないの。たったよ、たった本当2週間で2歳上がるから。やだね。さあ、泣いても笑ってもこれが最後の50枚ということで。そうなんです、前回もここで引っかかって、そして今回も引っかかってくれるであろうと僕はね、踏んでるんですけど、あと3ゲームゲーム、ラストです、ラストです。そっ、すいません。本当すいません。本当すいません。500枚使って、回収がゼロということで、惨敗しましたけども。けど展開的には悪くないんじゃないかなと思うんですね。あの北斗は本当儲けもんだよね。見けもんだよね。あの状態の16アベシというところで落ちているというのが。
良かったと思います。で、あそこから狙ってるんだから、それはもうかかったらラッキーだし、狙い方としては全然間違いなかったから楽しかったですよ、この打ち方いいと思います、勝手に僕が作りましたけど、AT 機からノーマル機、結構みんなやってると思うけどね。で、こちらメトロ、塩見通り店さん、なんとですね、寝台で一挙7機種入ったそうで、パチスロは海猫の泣く頃にと。でスロットではね、トラック野郎であったりとか、それからセントセイヤーであったりとか、いろいろとありますので、ぜひねお近くに来た際にはこちら打ってみてください。500枚ってちょっと少ないよってやっぱ思ってたけども、なんだかんだ言って結構遊べたもん ね, ね。だからね、また機会があったらこの形スタイルは絶対崩さないように。だから必ずジャグラーとか花々とか入っちゃうよ入っちゃうけど、そこは皆さんね、もうしょうがなくというか、ノーマルキーあんま好きじゃない人もいると思います。 AT 機が映像が見たいってやつもいると思いますけども、そこはしょうがなく見てください。はい。